焼き鳥がどうって
ていただけましたでしょうか。ありがとうございます。今日音楽隊が桜の音楽隊というメンバーが、日々練習を重ねまして、今日のために練習をして皆さんと一緒に歌うために、演奏していただきました、そしてシング恵比寿さん、合唱のメンバーも毎月練習を重ねて今日に来ていただいて、合唱を引っ張ってくださいました。皆さん一人一人の力で今日のイベントが、成り立ったというふうに思っております。皆さん本当にどうもありがとうございました。朝倉の方では大きな企画をやる予定でございますので、またご期待いただけたらなというふうに思っております。で、本日の動画、本日の作品ですね、今日のイベントをこれだけでは終わらせません、後日ですね、本日の、様子をカメラマン今日6台入れてですね、もっといますかね、いっぱいのカメラマンさんがいて撮ってくださっております。で、一部の方にはすでにお伝えしていますけれども、今日の様子は、後日編集しまして、インターネットの方で公開いたします。はい、で今日のイベント実は、ハッピークリスマス1000人で歌おうマライアキャリーで、副題が、元気と感謝を世界に届けようという副題だったんですけれども、世界の人に届いてほしいという願いから今回動画を作成しまして、世界中の人に見ていただこうというふうに思っておりまして、テロップなんかも英語とか中国語も入れて流そうと思っておりますので、皆さん拡散の方にもぜひご協力いただけたらなというふうに思っております。なお、当然ですね、皆さん今日1000人近くいるんですけれども、お顔を映ってる方もたくさんいらっしゃいます。ですので、顔がどうしてもどうしても映ってみたくないという方は、後で私の方のところまで来ていただければ編集でカットいたします。極力来ないでください。というわけで、あとですね、動画の公開先、皆さん気になると思いますので、当然1000人で歌おうってやったら検索できるようにしとくんですけれども、一応 URL のメッセージカードをエレベーターの前とあとエスカレーターの方で3箇所でお配りしますので、帰りにそのカードを持っていただいて、で、年末までに公開します。年が明けないまでに必ず公開します。で、朝倉のホームページ等にいいねをしてくれている方には当然すぐ分かるように、ご連絡をいたします。ので、皆さんメッセージカード持って帰っていただいて、まあ、お家でですね、また当日の今日の思い出を振り返っていただけたらいいかなというふうに思っています。はい、長くなりましたが以上です。本日はお集まりいただきましてどうもありがとうございました。